鉄腕ダッシュ、キシユタの稲刈り、問題、異例の展開でやらせ疑惑浮上。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。バラエティ番組、ザ・鉄腕ダッシュ、日本テレビ系以下ダッシュの6月18日放送会では、4月末に行ったというタウエの模様をオンエア、トの3人に、 純レギュラー的立ち位置の元キングプリンス、岸優太とシクストーンス、森本慎太郎を加えた5人が米作りに挑戦中だが、今回の放送内容を受け、ネット上では、岸くん、やっぱり稲刈りに間に合わないのではと口にする視聴者が相次いだ。同放送では、福島県大玉村を舞台に、ダッシュ、史上初となる、棚田での米作りに挑戦。この地域の田植えは例年、 ゴールデンウィーク前後に行われており、田植えから収穫まで5ヶ月かかるそうだ。番組では、4月末に田植えが行えるよう、2月下旬より棚田の開拓に取り掛かり、地元民の手を借りながら、雑草の刈り取りや土作りを進めてきたという。都内で苗を育てるシーンでは、騎士が一本一本に向かって、頑張れ、頑張れ、と愛おしそうに声をかけたり、トキオの持ち歌、抽選をアカペラで聴かせるなど、 愛情を込めて育てる様子も、そんな一生懸命な騎士の姿に、ファンはおっこりしていたようです。芸能騎士者。ただ、予想外のことも発生していた。当初は一人一枚の田んぼを担当する予定だったそうだが、田んぼの準備が間に合わず、かろうじて形になった四枚に田植えをすることに、国分大地が担当を振り分ける場面では、騎士と森本が共同で一枚の田んぼを手掛けるよう告げられていた。 この慌ただしい異例の展開に、ネット上では、岸くんの対処に収穫を間に合わせるために、急いで田植えをしてくれたのかなみんなが岸くんに新米を食べさせようと必死に見える。もし、そうだったら嬉しいと好意的に受け取るファンもいる様子。一方で、5枚の田んぼが4枚に減ってしまう展開にやらせや演出を疑っている視聴者も多く、ダッシュが、間に合わないって珍しい。収穫が岸くんの対処に間に合わないから、 しんちゃんと共同で担当させたんだろうな。察してしまったよ。わざと4枚にしたのかなって思った。二人でやれば、しんたろうが収穫までできるもんねといった声も目立つ。騎士といえば、昨年11月、ジャニーズ事務所を2023年秋に退所すると発表。さらに先月22日、最終所属日が9月30日であることが発表されると、ダッシュの稲刈りに参加できるか否かがファンの間で騒がれていた。 田んぼが一枚減ってしまう展開が意図的かどうかはさておき、4月末の田植えから5ヶ月で稲穂が実れば、騎士の退処にギリギリ間に合う計算に、騎士ファンは今後、ハラハラしながら稲の成長を見守っていくことになりそうです。どうとはいえ、退所を控える騎士が、退処直前まで、ダッシュに出演できるとは限らない。騎士の番組卒業と稲刈り、どちらが先になるのだろうか